皆さんこんにちは、ミリです。今日は今度舞台現場があるので舞台のカバンの中身紹介、あとちょっと後半 Vlog にしようかなと思ってます。そういえば実は私推しが増えました。ご紹介します。インパクターズの鈴木大学です。実はスノーマンを追ってる間にインパクターズも興味が出てきて、雑誌読んだりしてるうちに実はサマパラに当選して2公演入ってました。実はサマパラの Vlog も撮ろうかなと思ったんですけど撮ってなくて、こんな感じでした。こっちにね、はい、インパクターズくんめちゃくちゃいいですね。推しがいがありますね。舞台の持ち物紹介するのもこれからインパクターズくんが、名前の通りアクターズが入ってるということで、俳優仕事、舞台仕事がかなり増えてくるみたいで、インパクターズの舞台仕事何公演か入ることになってます。スノーマンはどこに行ったんだっていうね。大阪の湊斗くんのアンコール、それから椿くんのコアラくんの世界で一番美しい、あと広島の影山くんと、あとリトル関西とわくんの波動を超えて、2月のタイガちゃんのキングダム行きます。いやいや、キングダム当たるとは思ってなくて、めちゃめちゃ嬉しいですね。帝国劇場も初めて行くのでとても楽しみです。舞台、ジャニーズジュニアのお仕事を追うのって楽しいですねちなみに今回行く舞台はエンドレスショック、博多座見てきます。あ、まずですね、この Vlog を撮る前にですね、実はいろいろ現場に入ってまして、まあ8月に遡るんですけど、キスタンの友達に誘われてキスマイフット2さんの福岡ドーム公演の結成日記念の8月10日入ってました。インパクターズくんがバックにつくし、チケットもあるからよかったら同行しませんかってお誘いいただいて行ってきたんですけれども、実は野球以外でコンサートでヤフードーム入るのすごい初めてで、キスマイ兄さんも初めて実は拝見したんですけれども、とてもかっこよかったですね。7人ともすごくいい意味で全くイメージと違って、私が入った日は記念の公演っていうのもあったので気合が入ってたんでしょうね。みんなを楽しませようという気持ちが7人に感じ取れてとても面白かったです。あとペンライト実は手に入れてまして、色変えるの楽しいって思いました。キスマイフットツー白、その後サマパラも入り、一緒に入ったキスタンのお友達にエンドレスショックの博多座公演のことを聞いてちょっと興味が出まして、キスマイのファンクラブとクレジットカード枠を申し込んで両方当たりまして2回行ってきますということです。まあまあ持ち物紹介をしていきましょう。いや、本当に新しいスタンド欲しいんですよね、撮影用の。まず今回は舞台観劇ですので、おたかつグッズ少なめになります。まずは財布、以前のバツイマイバッグで紹介した軽い財布です。そして忘れちゃいけないのはチケットですね。チケットホルダーを使う時もあるんですが、私はズボラなので届いた封筒ごと持っていくことが多いです。映画おそ松さんの公式グッズのマスクケースがチケットホルダーとしてとても使いやすかったです。今回は紙チケットと、それからカード枠がスマチケという E プラスのアプリ、電子チケットになるので充電が必須ということで充電器持っていきます。もし会場前で電池がなくなったらチケット入れなくなってしまうので、これも念のため、まあ、これは普段持ち歩いてます。で、続きまして双眼鏡です。思い切って奮発して買った防振双眼鏡です。使ってるのはビクセンアテラ、倍率が12倍×30。これは防振双眼鏡の中でも屈指の軽さ、電池を単4電池2本入れても 450g という、あとこの手のひらサイズ感
可愛いベージュの色が決め手で買いました。かなり思い切った金額ですね。ちょうど確か去年のブラックフライデーかなんかすごく安い時があって、セールの時がそれに合わせて買いましたので5万円ぐらいだったと思います。アテラすごく形も可愛くて使いやすいんですけど、まあそれでも首から下げてると結構重量を感じます。 400g ですからね。あとこの防振スイッチなんですけれども、5分経ったら自動でスイッチが切れるというおせっかいなオートオフ機能がついていまして、それだけはちょっとどうにかしてほしいなって思ってます。今これの後継機アテラ2が出てまして、オートオフは1時間後というとても使いやすい機能になっているようです。今度また双眼鏡については動画にしたいなと思ってます。今回はアテラを持っていきます。アテラはこれポーチも可愛いんですよね。巾着型可愛いです。それと持ち物の残りなんですけれども、9月中旬ということでまだ暑いんじゃないかと思って、これは私が普段愛用しているセンスです。買ったのは去年の夏だったと思うんですけど、と小ぶりなセンス。センスケースの内側はマスク収納になっています。食事中とかマスク置き場がない時にここに包んで挟めるというものです。今回は伝統ある博多座ですので、扇風機を持っていくよりもこう落ち着いたセンスを持っていこうかなと思ってこちらにしてみました。車で博多まで行って感激したらすぐ帰る予定なので、荷物はそんなに持っていかなくていいかなと思っています。前回もご紹介したリップやら何やらが入ってるポーチ、それと私が全幅の信頼を寄せている龍角散喉すっきり飴と、もしもの時のウェットシートとアルコールスプレー、これらは充電器も一緒に100均のメッシュポーチにまとめて入れてしまいます。これらを入れていくのは財布と同じブランドの軽いカバンシリーズのトートバッグです。双眼鏡があるのでどうしても大きめのカバンでないと持ち物が難しいです。実はおたかつっぽくない自立するトートバッグを探してまして、この大きさならうちは入るんじゃないかと思ったんですけれども、入りませんでした。ちょっとはみ出ちゃうんですよね。ちなみにサマパラに持っていったタイガ君のうちわです。まあただうちわを自立させたい、カバンを自立させたいという目的だけなら、コンサート中はこっちに入れ替えて、移動中はうちわが隠れる大きなカバンに入れてもいいのかなって思いました。カバンの中に入れてみました。チケットはここの内ポケット。全然まだまだ余裕ありそうですね。こんな感じ。あとは当日劇場内で飲み物とかが入ればいいかなって思っております。チケットと財布とスマホがあれば大丈夫だよね。不安になってきた。とにかくこれで行っていきたいと思います。レッツゴー。かなり消費カロリーの高い舞台ですね。この日は一人行動でしたので、食堂でこのチラシ刺身弁当を注文いたしました。お吸い物が開かない。あ、とっても美味しそう。彩りも豊かですね。実際めちゃくちゃ美味しかったです。さすが博多座。というわけで終わりました。この日は台風対策で提灯がしまわれていたのでちょっと残念ですが、感無量です。終演後に博多座の目の前のローソンに行ったら、あ、なにわ男子くんがいました。かっこいい。というわけでエンドレスショック終わりました。すごかった。これはね、先ほどのローソンで買った最近のお気に入りなんですね。今日はお酒飲みたい気分なんですけど、車なのでローソンから出てるソルティドッグとピニャコラーダの
ノンアルカクテルドリンクで今日こっちにしました。いやあのめちゃくちゃすごかった、本当にすごかった。なんか有識者の人にいろいろ教えてほしいです、感想とか。他の人もなんか物語についてもっともっといろいろ知りたくなりました。ライバルも広光のライバルしかもちろん今日初めて見たので見たことないんですけど、あなんか北山くんにすごくキャラクターが合ってるというか北山くんっぽい、私はねそう思ったんですけど、今までのライバルうちやらとかあと達也、それからなんか勝利くんもライバルやってましたよね。勝利くんはエターナル、スピンオフのエンドレスショックエターナルでライバルやってたけれども、勝利くんのライバルは想像できない。今日北山じゃなかった今日ヒロミツを見たから勝利くんのライバルは想像できない。他の人のライバル像とかも見たくなりましたね、過去の映像とか見たくなりました。いやすごかった、すごかったですね。よしじゃあ今から車でブーンと行かなきゃいけないんで帰りますね。いやーすごかった、頑張って帰ろう。しかもポワポワしてます、すごかった。エンドレスショック楽しかったです、ありがとうございました。